1989年の日本ハムファイターズでは、1989年の日本ハムファイターズの動向をまとめる。このシーズンの日本ハムファイターズは、近藤貞夫監督の1年目のシーズンである。1982年に中日を優勝に導いた近藤貞夫新監督に迎え、コーチ陣も一新。前年生きんだに泣いたチームは、前年怪我で棒に振った。 白井和幸や腰痛で一年官房に振ったトニーブリューアが復活し、極端な投げ高打低状態の解消が期待された。開幕戦を新人の中島明氏のさよなら本塁打で劇的な勝利を収めたチームは、前年優勝の西部や近鉄の出遅れもあり、前半戦を3位で終了。後半戦はオリックス、近鉄、 西部の三強に引き離されながらも8月19日までは勝率5割を保っていたが、その後7連敗を起死休校か、9月頭に大栄に抜かれると二度と浮上せず、近藤監督の1年目は5位で終了した。投手陣では、前年の最多勝、西崎幸弘がこの年も2桁勝利を収め、また、開幕投手経験者の角広志や柴田康光なども、 例年通りの成績を残したが、西崎と最多価値を分け合った、松浦博明が成績を落とし、防御率も3.12から4.20へ1点以上低下。打撃陣では、復活したブリューアが引き続き大砲として、主軸を打つなど長打力は健在だったが、チームの本塁打は131本で、リーグ5位。一方で前年 A クラスの立役者だった、マイク・イースラーは、 怪我に泣き、出場機会が減少。結局復活することはなく、イースラーはこの年限りでユニフォームを脱いだ。カード別成績は3強の近鉄、オリックス、セーブに、それぞれ7勝17敗2分、10勝16敗、9勝16敗1分と大きく負け越し、熱波の引き立て役になった。ありがとうございます。